なんかすごい恥ずかしいけど、お前に言うのは。正直言うと、変なプライドがあるから、今まで言わなかったけど、まあ、カジがいたからプロサッカー選手になれたと思う。俺さ、それさ、プロになっても、カジの影響力っていうのは発揮してると思ってて、ユートを海外に生かしたのは、絶対カジの力も一員してるなって俺は思ってるんだよね。一番最初会った時っていつ、カジは。中3か高1ぐらいで、ちょっと練習来たりして、中3とは思えないような。まずボールの持ち方も違うし。やっぱそれもバルサの教えなんだろうね。中学校3年生からカジのこと知ってるかな、お互い、うん、だよね。 FC 東京ユース一緒。まあいろいろ話があるわ、カジには。もう全ての監督が、彼は格の違いがあるとか天才だとかさ、もうみんなそういうコメントばっか残してるの。多分うちら世代のサッカー知ってる人は、梶山陽平って言ったら平山颯太に並ぶ天才って言われてたのは、カジは気づいてるの。まあ別にそんなではなかったけどね、自分では努力してたから。普通にめっちゃ努力してた。あの発想って本当どっから出るのかを知りたい。天才ってどっから出るの、発想があって。イメージはして、まああとはその技術発揮できるかは日頃の練習だと思うから。ボールをさ、バック回転して止めるとかさ、インサイドのカーブ回転かけたり、スライダー回転をかけたりとか、練習中さ、なんか回転かけて、うわー、ここはこれじゃないかとか言っていろいろさ、こう試してんじゃん、カジとか。そのイメージがある。もうカジだけ唯一なんか理想が違う、見てる世界が違う、でそれを毎回試しながら楽しんでるっていう印象がすごくあって。で俺、あとカジのイメージで言うと、正直言うと俺同い年だし、変なプライドがあるから今まで言わなかったけど、まあ、カジがいたからプロサッカー選手になれたと思う。っていうのは、カジにサッカーを教えてもらったと思う。それ感じない、カジ。いや、でも俺も負けず嫌いだったから、そういう、こうライバル的なのがさ、やっぱリーだったりジローだったりさ、競ってたから、俺は多分負けたくないあれでやってただけだけど。俺、カジにサッカー教えてもらったって一番のエピソードが、自分がボールもらいたくない時あるじゃん。動きたくないんだけど、ここに動けよっていうメッセージ付きのパスを出してくる。だからカジの世界観でサッカーをやってると思うので、そこに動くべきだろっていうところにあえてパスを出してくるから、俺の中では、ここに動かなきゃいけないんだっていうのを動かされてた、最初の方。あ、こういうサッカー感があるんだっていう幅がめっちゃ増えた。なんかすごい恥ずかしいけど、お前に言うのは。まあそういう感じは俺はないけど、なんかもう自分の感覚でやっちゃってた部分があるから。スルーパス一つにしても、くさび一つにしても、ここに来なきゃいけねえだろうってめちゃめちゃ言ってたじゃん、なんか自分の世界観に。それも自分の勝手なタイミングっていう部分もあったけどね。いやけど、その勝手な感覚が、俺は、まあ、カジは日本でトップクラスっていうか、まあ、一番だと思うの。サッカー戦術を一番近くで教えてもらったっていうのは、俺の中で財産なんだよね。本当ありがとうございます。いや俺さ、それさ、プロになってもカジの影響力っていうのは発揮してると思ってて、一番で言うと、やっぱ長友佑都。佑都を海外に生かしたのは、絶対カジの力も一員してるなって俺は思ってんだよね。あと米本もカジのプレーをずーっと見ながら上手くなって、今の地位があるって俺はすごく思ってて。でその一流と超一流のボランチの違いって、一流っていうのは普通に活躍するんだけど、超一流っていうのは相方がすごい上手くなっていく。例えばカジの相方って言ったら米だったじゃん。米とかがこうレベルアップしていく。で一流選手になっていっちゃう、そのレベルまでいっちゃうっていう。ユートとかもさ、北京オリンピックの時もさ、困ったらカジ君見ればいいみたいな、ちょっと困ったらカジ君に出せばどうにかなるみたいなさ言ってたじゃん。ああいうのとかでカジのサッカー選手っていうのがいろんな人に波及して上手くなってると思うんだけど、そこは感じない、カジは。なんか意識しながらやってんの。去年はボール取るの上手かったし、そのボールを簡単に預けてくれて、お互いにリズムが出る部分もあったり、まあ、自分がやりやすいようにこう味方に伝えて一緒に成長していきたいっていう思いはあったけど、一応させてあげようとかそういうあれではなかった。じゃあもう自分のサッカー感をすり合わせていく中で、一番やりやすい、やりやすいよ、やりやすいようにこう膨らましていった先に相方が上手くなっていってるって感じか。そうそう、俺がやりやすいようになったら、お互いの良さが出ていいコンビになったかなっていうのは思うけど、ね、俺はずっとカジとぶつかってたけどな、認めねえっつってけど心の底では認めてんだよ。うん、そうえ、ユートはどんな感じだったの。とりあえず出せよっつってたの。まあ1対1はもうめっちゃ強かったし、その最初大学生で入ってきた時は、まあ、サッカーの戦術の あれが低かったぐらいで、まあ、身体能力とかもすごい高かったし、俺が高校生で行った時、カジさんいたじゃん、カジアキラ。うん、いたカジさんも身体能力高くて、技術がそんななかったけど、でも代表入ってめっちゃ上手くなったじゃん。上手くなった。だからユートというか、もうそういうタイプなのかなっていうので、試合やりながらアドバイスっていうか、余計なことするなみたいな感じで言ってたと思うんだよ。そしたらもう一気にいっちゃったもんね。いやけど、カジがサッカーを教えたところでしょ、すべては。いや、そんなことも言えないぐらい上行っちゃったからさ確かに相当上行ったな
あいつはケントもそうじゃない、絶対カジから影響受けてると思うよ。いやどうだろうね、まあケントもすごい上手くなったもんね、足元もね。めっちゃ上手くなった。なんであんな上手くなったのあれ。いやでもあいつはアンマさんと練習終わった後とかに止めて蹴るの基礎練ターンとかやってたから結構。もともと相手も対人とかすごい強いし、強いディフェンスもすごかった。4人タイプだよ。いやケントはもう成長幅が今まで見た中で一番ある。相当考えてんだろうね、いろんなこと。まあ、2004年から2018年 FC 東京で、2013年パナシナイコスで、その後大分行って新潟行って FC 東京か、全部で4チームで。カジの中の乗り越えられなかった壁っていうのはある？サッカーに関してはほぼないかな。だよね、うん、俺思うもんマジで。壁って人それぞれだと思うの。例えばそれって才能によって人それぞれであって、高校生でレギュラー取る取れないとか、プロ上がれる上がれない、日本代表になれるなれないとか、海外行ける行けないとかあるじゃん。カジはさ全部登ってきたじゃん。海外移籍もそんな苦じゃなかったでしょ。まあ、もっと早く行きたかったけど、そのタイミングでもうほんと何回も怪我があったから。一番の苦はやっぱ怪我だ。壁は怪我。あれ大分の時にはもう痛かったの？パナシナイコス行ってる時、ギリシャ行ってる時に痛くなって、でもう最後の方はもうできなくて、まあ、でもちょうどもう終わる時だったから、帰ってきてリハビリして大分行って、4ヶ月だけ大分行ったから、リハビリしてまあ良くなっていったと思ったんだけど、3試合目ぐらいでまたちょっと痛くなって、そこからもう我慢してやってる。そっから怪我がこれ長かったよね、6ヶ月。そう、もう今では10ヶ月かかったかな。プレー戻ってきたら全然動けなくなったの？そういうわけでもない。いや戻ってきた時はもう軟骨全部なくなってたから、強度が6割ぐらいしかなんないって言われて、痛みと付き合いながら治って我慢しながら、膝の状態もここがピークで、ここからこうずーっと引退まで下がりっぱなし、いう感じ。火事で言うと多分壁っていうのは怪我だと思うんだけど、怪我の乗り越え方、10ヶ月ってそうそうないじゃん。何を思うの、うん、俺結構そのここからアクションプランって言ってるんだけど、これがどう行動につなげていくのか、この思考っていうところでどう乗り越えるの、その期間。いやでもその膝の怪我が3回目だったから、オペしたのが、うん、初めてで10ヶ月だったらちょっときつかったけど、リハビリって結構あれきついじゃん。今日やりたくないなっていう時は最低限のことやって、明日頑張りますって言って、その日はもう落とす。10ヶ月だと最初の 半年ぐらいはもう走ったりできないから、あの室内でね地味でね、あの気持ちが乗らなかったら最低限やって今日はやめますっていうのをしっかり言ってやっていかなきゃ付き合っていけないってことか。もう真面目すぎたらきついよね。確かに、ね、若い時ってさそれ言えないでさ疲弊してくじゃん。かといチームメイトのあれが大事だよね、声かけてくれるっていうのが大きいのかなっていうふうには思うんで。もう何気ない、お家事頑張れよとか、早く帰ってこいよとかやったり、まあ練習終わってみんな帰ってきて、そういう些細ないじりみたいなのそれでまたちょっと頑張ったりっていう部分は、うん、チームの一員感じゃなくなるもんね、怪我したら。そうだね、完璧にもう別動態で動いちゃうからさ、そういった意味でも自分はまだチームの中にいるんだよっていうことを声をかけてくれるっていうところでつなげてくれたら、すごくモチベーションも保てるってとこ、それはめちゃめちゃ大事だわ。怪我を乗り越えるアクションプランで言ったら、自分自身だとある程度の容量を持ってやらなきゃ精神が削られていっちゃうっていうところだね。けどなんかさ、多分これ YouTube 見てる人たちってさ、子供たちもいると思うの、小中高大学生とか、うん、彼らってやっぱ自分でセルフでやんなきゃいけないじゃん。トレーナーが常駐してるわけじゃないから、まあ、ある程度まではしっかりやらなきゃいけないけど、例えば 80% までやらなきゃいけないけど、その80から100までの20ってめちゃめちゃきついじゃん、うん、それをたまに抜くぐらいはしてもいいよってところで。そうだね、まあ怪我のあれによるけどね、1、2週間だったら怪我、1、2週間だってありえないだろそんなバカ野郎でそんなと、あともう2つ目のアクションプランが、自分じゃなくて周りのチームの仲間たちが励ます声っていうのをかけてあげることによってモチベーションを保てる。これはすごくいい、助かる。俺も周りの人もさ、うんうん、その人の雰囲気見てさやってあげないと、いじりすぎたらさ逆にストレスになるな確かに、いじりすぎよくないから、ちょっといじりすぎよくないから、皆さん気をつけましょうそこ。けどさ、カジをいじるってさ、誰いじってたの、カジのこと。あんまいじれないじゃん、こう年がやっぱ取るにつれて。そうそう、そういうのも増えてきたし。誰がいじってた？吉本とか、まあ長い付き合い長いから多分気も使えるし、そういう感じになってするけど、まあ今東京の選手はみんな長いとかあんま気にせずにふざけてくるし。さすがにモリゲとかはいじってこないでしょ。若い時に一緒にやってるね。やってるもんね。ではなかなかね。東は慶吾はもう全然そういうのもあるし、言い合いもあるし、あの人メンタル強い。確かにね、慶吾強いよな。
やっぱさ、カジっていうとさ、天才っていう代名詞がついてるんよ。そんなカジが選ぶサッカーセンスが半端じゃないベスト3教えてほしいわ。ベスト3っていうか、まあそのやってる中で感じた順番に行くね。おい、オッケーオッケー。一番最初が、ななみさんが現役の時に試合して、普通右足で蹴るようなところにボールがあったのを左のアウトでサイドチェンジみたいなのをした時に、すげえよくそんな蹴り方できんなっていうようなもう左足極めてんなと思って、でも膝がもうその時悪かったんだけど、それでも左足だけでやっちゃってたから、この人すごいなって思ったのが一番最初で、左足しか使わないであんだけサッカーする、まあ、だから多分カジの違和感って、そこを左足で蹴っちゃうんだっていう、今まで指導を受けてた枠をはみ出た感覚を持ってた人っていうとこなんじゃない？そう左足でキックが正確だから、それになんじゃこりゃみたいな感じだ。カジが驚愕するってウケるな。その次が香川真司。おお、オリンピックのちょっとこう前とか、まあ、俺も22とかでもうすげえ自信あった時ぐらいだったけど、うんうん、でもなんか3つ下だったけど、そうだね、最後の方に入ってきたじゃん、真司と前が。でもなんかボール取れねえなっていう感じがすごいあって、カジがアプローチしても、真司がこっちで、カジがこうアプローチしても取れないなみたいな。そうそうそう、でもスルスルなって、で、まあ、その時なんかそんなめっちゃうまいって感じじゃなかったけど、うん、まあ、やっぱ後々その時の違和感がなんか取れた、あんだけすごい選手になって、やっぱあの時すごかったんだと思って後々感じた。あの時の違和感がっていう例え素晴らしいね。そうそうそう、なんかわかんないけど取れないしスルスルいっちゃうみたいな違和感を感じるのね、本当にピンみたいな。うん、あいつの凄さってやっぱトラップのうまさだと思うんだよね。トラップから1歩目2歩目が誰よりも速いじゃん。興梠慎三もそうなんだけどさ、速いのってせこくない？でもなんか当時はなんか足そんな速くないみたいな感じ言ってたけど、ドリブルとかちょっと速いんだよね、なんか一瞬の、ね、速い天性の才能なのかもしれないけど、まあ、カジの慎二のその違和感っていうのはいいな。体もちっちゃかったし、そんなテクニックっていうイメージもなかったから、ただね、やっぱボールの置きどころとかはうまかったんだろう。だってまだ19歳ぐらいだと思うの、慎二が。まだ日本代表も入ってないし、何も入ってないで、なんだこいつみたいな感じじゃん、ちっちゃくて、別に速くもないし、何があんのっていう感じだったけど、俺その後さ、あの日本代表でさ、一緒に11年一緒にやった時、めっちゃうまかった。俺生涯で一番うまい人誰って言ったら香川慎二っていう。そんぐらいトラップうまいし、ドリブルで運べちゃうし、シュート打てちゃうし、しかもパスもある程度出せるじゃん。なんせなんか俺とかさ、ムービングプレイヤーだからさ、裏に抜けたりとかさ、なんかオフザボールの動きが多くて、オンザボールになるとボールロストとかが、まあ、何回か出ちゃう選手だと思うんだけど、そういう選手からしたら、チンジとかさ、カジとかみたいにボールを間で受けてターンしてくれるっていう中継役がいるとめちゃめちゃ俺は助かるんだよね。そういった意味でチンジ、カジヤマ最強だな、そこは。でまあ、最後は、まあ、やっぱ久保建英。まあやっぱメンタリティもすごいし、成長がすごい早かったね。天才っていうのは何なんだろうね、分かんないけど、成長のスピードがすごかった。一番最初会った時っていつ、カジが。竹下が多分中3か高1ぐらいで、ちょっと練習来たりして、その時の印象はどうなの？まあ、技術とか気持ちの部分は本当に大人と一緒だったけど、体すごいまだやっぱちっちゃい、中学3年生とかだから、そうまだ細くてあれだったんだけど、それ以外の部分はもう本当中3とは思えないような。まあけど J リーグの試合に出れるか出れないかって言ったら出れないでしょ、さすがに。まあその時はどうだね、体的に厳しいかなっていう部分はあったけど。センスはどう、センス、サッカーセンス。いや、センスはもうさすがっていう感じ。え、何が違かったの？多分バルサから来たばっかじゃん。なんか日本人とちょっと違うところっていう違和感を例えるなら何？まずボールの持ち方も違うし、やっぱタッチが細かいドリブルでこうスピードも乗ってるっていう、なんか不思議な感じはあった。タッチが細かくてスピードを乗ってる。イネも言ってた、今の自分の課題はスピードを上げた時にいかにタッチを細かくできるかっていう。あとボールの置きどこ、うん、ボール、そうそう、カジの感覚にもないボールの置きどこなの。左利きだけど縦にもいけるし中にもいけるし、うん、右足も全然切れないわけじゃないから、右足の方に行かれてもシュートもあるし、まあ、だから本当に左しか使えないっていうあれじゃないから、こう難しい、厄介、対応が。確か左利きのあのなんか独特の持ち方で、しかも右もできるって、やっぱそれもバルサの教えなんだろうね。そうかもしれない。
右足とかの基礎練とかも普通に上手いから訓練されてんだろうな。久保君その後どうなったの？ぐんぐん伸びてって FC 東京を去る時にはどんな感じになってたの？いやもう去る時は俺引退してたけど、もう中心になってたし、ドリブル全然取られなかったよね。何が一番すごかった？その中で。いや課題って言われてたの、守備をしっかりこなしながら、本当外人みたいだと90分落ちないっていう、距離とか分かんないけどすごい守備も攻撃も走ってる最後まで、そういうイメージがあったの。本当外人みたいだ。僕のすごさ、まあ、運動量ってとこもすごいのか。お前はニュータイプか。これからの J リーガー、日本代表になる子供たちに向けて、自分の教訓を生かして一言アドバイスするとしたら。相手をリスペクトすることはすごい大事だけど、その自分が絶対負けたくないっていう気持ちを強く持つことが、まあ、一番自分のこう成長のあれを振り返ると、その気持ちだけは多分ずっと持ってやってたから、まあ、そこの部分持ちながら目標を立てて、まあ、それに向かっていくっていうことが大事なのかなっていうふうに思ってるから、まあ、俺も今教えている子供とかにはそういう部分をしっかり伝えながらこうプロを目指してほしいなと思ったところが。俺もカジと今回話しててさ、改めて思ったのが、人のことを気にしてなかったなと思う、うん、今までずっと。いい意味でエゴイストにならなきゃいけないじゃん、サッカー選手っていうのは特に。でもエゴイストになるために自信っていうのを持たなきゃいけないし、その自信っていうのはどこのゴールに向かってその自信をこう進めていくのか、理想の自分は何なのかっていうのはカジはさ追い求めてたわけじゃん、小さい頃から。もうその理想がさ俺よりも高かったし、誰よりも高かったと思うの、そこの視座が。だからね、天才カジ山って言われてただろうなっていうのはすごく感じるね。ほんと人のことをあまり気にしない、とにかく自分のサッカーを貫き通したっていうところが、まあ、これからのサッカー選手もそうだし、自分自身にもまた問いかけたいと思う。ありがとうカジ。うん、頑張って。ありがとうございます。